ですね。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。新婚物語10月8日土曜日夜9時スタートです。どうぞお願いします。さて PWF 認定の世界タッグ王座決定リーグ戦、いよいよ最後の公式戦、優勝のかかった大一番です。どんな方法でも得点2点を挙げたチームが PWF 認定世界タッグチャンピオンとして栄光のベルトを巻くことができます。ジャイアント馬場ドリーファンクジュニア組対スタンハンセンブルーザーブロディの両者の戦い、両チームの戦い、まず予選で最終戦を迎えました。ジャイアント馬場ドリーファンクジュニア組入場してまいりました。本当によく頑張り耐え抜きました。元 NWA 世界無敵チャンピオンコンビ、どうしても欲しいタッグの世界ベルト、もし獲得できればシングルそしてタッグ両方の世界ベルトを手中にできます。しかしハンセンブロディは恐ろしく強い。今夜2点を取るために最大のパワーを発揮することでやりましょう。果たして太刀打ちできるかどうか、ババドリーバンクジュニア。さあ反対にスタンハンセンブルーザーブロディの入場。公式戦試合の前に日本テレビから花束の贈呈、これがジャイアントババドリーファンクジュニア組。さあ反対の花道大きく割れてまいりました。土壇場の大阪決戦で得点2を拾いまして優勝へ望みをつなぎましたハンセンブロディ、もう後がありません。ジャイアントババドリーファンクジュニア組から勝ち点2点を獲得する以外に優勝の手段はありません。おそらく今夜ありとあらゆる方法でババドリを痛めつけまして得点を取りに行くことでありましょう。あるいはまたあの郡山大会のような大流血の血みどろの試合になるかもしれません。ジャイアントババドリーファンクジュニア組は控え室でその大流血の覚悟はできていると言っておりました。両チームの紹介です。さあキングコングブルーザーブロディ、世界マット界の頂点に立っています。10万ドルチームの名誉にかけましてベルトを取るかスタン・ハンセン。人々に耐え忍ぶという言葉を改めて教えてくれましたドリファンクジュニア。さあ元気だ、世界タッグチャンピオンへ一直線ジャイアントババ。公式戦ももちろん30分の一本勝負で行われます。さあ超ミラクルパワーコンビ、どういうファイトを見せるか。パワー全開なら絶対有利、黄金の世界ベルトはもう手の届くところにあります。ハンセンブロディ、しかし現時点では栄光のベルトへ最も近いところにおります。ジャイアントババドリーファンクジュニア組、5点対4点の対決、最終戦ですね山田さん。そうですね、まあ今おっしゃってたようにスコアの上からいきますとね、ジャイアントババドリーファンクジュニアの方が圧倒的に有利ですね、はい、ただその両チームの現在の実力、総合実力というものを比べた場合、やはり超ミラクルコンビにですねやや分があるというふうに見なくちゃいけません。わかりました。さあ勝負が始まりました。先陣を切って元気いっぱいドリーファンクジュニア、テキサスブロンコドリーファンクジュニア登場。あの郡山大会の公式戦1回戦このスタンハンセンブルーザーブローディにめった打ちにされました。もう本当に血みどろの戦いを見せました。そして地獄から這い上がってきた男、それがドリーファンクジュニアであります。あの頑張りというものは山田さん、本当にこのプロレスを愛するちびっこファン、こういった人たちに耐え忍ぶという言葉を改めて教えましたね。そうですね、まあドリーファンクジュニアという人は、まあ、最初からですねああいった耐えるレスリングというものをやってきた、はい、まあいい意味でも悪い意味でもスロースターターですね、だがね今日のその相手チーム振り返ってみるならば、はい、ドリーにとっては同じ大学の後輩、フットボール部の後輩ですね、やはりねこれは兄貴分として意地というものがありましょうね。はい、そうでしょうね、はい、しかしこの今プロレスのマスコミの間でも残っております言葉、テキサスの化石になれといった言葉、これをまず思い出すんですけれども、そうですね、全くこの先輩扱いしないんですよね、はい、しかもねハンセンとブロディの場合は、はい、このドリーを目標にずっと頑張ってきたわけですね、はい、まあもうテキサスを代表するそのテキサスの頂点に立つ男だったわけですね。そうですね、
さあスターハンセンがドロップキックを打ちました。ドリーファンクジュニア一旦は外へ逃げました。この作戦はいいですね。あれを連発して食ったらたまりませんからね。そうです、はい、このね、今度はおっとエプロンのジャイアントババにチョップを見せます。スターハンセン、そしてブルーザーブロディチーム、まだブロディの登場はありませんけれども、パワフルな攻撃全開と見ていいですね山田さん。そうですね、さあ今度はジャイアントババが登場。相手は PWF ヘビー級のチャンピオンスタンハンセン。ババにとりましては憎し相手。さあさあどうだ、ジャイアントババがやっと逆水平ジャイアントチョップを見せました。しかしスタンハンセンも思い切って正面から激突突進いたします。ブルーザーブロディがこれに輪をかけてキック、ものすごいキック、顎の先端にヒット、あるいはジャイアントババの歯が砕けたかもしれません。今度は2プラトン、ババ倒れた、どうしようもない力、超ミラクル野獣パワーコンビのもう本当にどうにもならないパワーであります。すごいですね山田さん、いつ見ても。いやーとにかくね、ババ選手からも話を聞いたんですけれども、もう確かにね、あの相手がハンセンかブロディ一、はい、人だったらダメージがなくて済むと、なんとかこらえると、はい、でも二人がかりでやられたらとてもじゃないけれどもね、我慢できるもんじゃないと、はい、まあ、はっきりそう告白してますからね。どうやら両チーム落ち着きましたので、ここで改めて得点経過をご案内してまいりましょう。ハンセンブロディチームでありますが、ガニアブランゼル組とは、1勝そして1、両チームリングアウト、ここで2点止まり。おっと試合がまた荒っぽくなりました。ジャイアントババとブルーザーブローディ、そしてジャイアントババからドリーファンクジュニアにタッチ、2プラトンでババチームも行くか、ものすごいエルボーが当たった、ちょっと斜めの状態になりました。さあキングコングを倒すか、ドリーファンクジュニアを巻きってぶつかるが、このキックカウンター、テキサスブロンコ倒れました。この気持ちは山田さん、前に進もう前に進もうというドリーの気持ち分かるんですがね。そうですね、まあただね、先ほどもあのドリーファンクジュニアがちょっと見せましたけれども、はい、あの一発食ったところで場外にエスケープしましたね。あの作戦で行かなきゃダメですね、はい、このね超ミラクルコンビのもう猛烈なパワーというものはまともに勝負してたんではダメですね。得点経過をご案内いたしましょう。ババドリーとは1回戦両チームリングアウト、ジャンボツルタ天竜組とは1回戦両チームリングアウト、2回戦の大阪決戦リングアウト勝ち、以上計4点がスタンハンセンブルーザーブロディチームであります。さあスピニングトーホールド、テキサス魂を発揮して豪快にスピニングトーホールド、スタンハンセンの軸足右足に、スピニングトーホールドを見せましたドリーファンクジュニアであります。一方のジャイアントババドリーファンクジュニア組のここまでの得点経過でありますが、ガニアブランゼル組に1回戦リングアウト、リングアウト負け、これは不覚の一敗ですね。そうですね、これでねかなり狂ってしまいましたけどね。狂いましたね、はい、そしてジャンボ鶴田天竜組には2回戦でリングアウト勝ちを拾いました。しかしまあ何よりもババそしてドリーファンクジュニアチームは通り山で踏ん張ってハンセンブロディに得点を許さなかったという点、これは最大評価を与えていいんじゃないでしょうか。はい、ここのこの一戦のねあの頑張りが功を奏して、結局トップに浮上しましたね。そうですね、再び元 NWA 世界ヘビー級チャンピオンチームドリーファンクジュニアがブルーの三角状で捕まってしまいました。スタンハンセンからブルーザーブローディにタッチが行われました。勝負はあっという間に5分が経過しております。さあ PWF 認定の世界タッグチャンピオン初代チャンピオンは果たしてどちらのチームでしょうか。どんな勝ち方でもいい、得点2点を挙げた方が優勝ということになります。そして初代の世界タッグのベルトを巻くことができます。さあ肩逆エビ固め、ブルーザーブロディとしては珍しい技ですね。そうですね、やはりあのドリファンクジュニアのディフェンスが非常にうまいので、はい、ちょっと攻めあぐんでるというところもありますね。あそうですか、はい、さあロープに放り投げました。このブルーザーブロディも山田さん、名古屋決戦で鶴田のインターヘビーに挑戦して以来ちょっと左の足を痛めてるんですね、はい、単調ではないわけですね。そうですね、左の膝の上のあたりでしょうか、はい、大きなサポーターが見られます。さあおっと今度は2人がかり、2プラトンのダブルキックでいきました。そしてものすごいニードロップ、ババが間に合いました。長い足でスタンハンセンの頭を小突きます。さあ怒ったエルボーバットを脳天に炸裂させる、バックに手を回した、バックに手を回したドリーファンクジュニア。さあいぶし銀のテクニック、ここでなんとか出してもらいたいと思います。
そしてまたこの2人にもあのエルボースマッシュだけは山田さん天下一品効きますからね。そうですね、しかし今ね、ハンセンのヘッドロックが効いてますね。効いてますね、すごい力で締め上げますスタン・ハンセン。さあしかし赤いトランクスをつけましたテキサスブロンコのドリーファンクジュニア、これですエルボースマッシュ、相手を威嚇する、もう一発、さあ1打攻撃出るかどうか。あ、力では押されますね、もう本当に体ごと持ってきますね。コーナーにどうしても持っていかれます。さあブルーザーブローディ、ここで飛び出してまいりました。そっとショルダースルー待っておりました。ドリーがうまくタイミングを放って、タイミングを取ってボディースラム、エルボードロップ失敗、エルボードロップ失敗。リングの中央、正々堂々とキングコングに立ち向かうドリーファンクジュニア。さあ右の肩に乗せました、簡単にボディースラム、簡単にボディースラム。しかし今ブルーザーブロディがちょっと苦い表情を見せました。レッグドロップ、ギロチンドロップ、キングコングギロチンドロップ。さあちょっと息が乱れてきたか、ドリーファンクジュニア、ババが間に合いました、ババが間に合いました。力で押しまくるキングコング、ブルーザーブロディ、ババが、ババがここでリングの中に入ってまいります。さあキングコングを2人がかりで攻撃する、2人のダブルチャップ、まだ倒れない、キングコングは倒れません。この踏ん張り、ババの脳天チョップ、脳天空竹割りに行きたいところですね。そうですね、また捕まってしまいます、もうね、やはりあの最後はね、危ないと思ったら体でグイグイ押してきますね。本当ですね、本当にパワー全開、超ミラクル野獣パワー。さあ2人がかりの攻撃か、ジャンピングニーパッド、スタンハンセン、大木が再び倒れます、ババが倒れました。容赦なく攻める、喉元に、喉元に膝を打ち当てます、スタンハンセン。さあ自らエプロンに出ました、どうやら場外戦でしょうか、エプロンの狭い部分でありますが、ここをうまく利用いたしまして、エルボーを再三ババの喉元に打ち込んでいます。ドリーファンクジュニアも外に回りました。そしてブルーザーブロディも反対側から外に回ろうとしておりますが、さあリング上再びババとスタンハンセンであります。 PWF のベルトの奪還もなりません。ニクシスタンハンセン、エルボードロップを打ったババの動きが鈍い、ババの動きが鈍くなりました。かなり猛攻を受けてますね。そうですね、ちょっとああいう集中攻撃を食うとですね、あの急激にねスタミナの衰えが目立ちますね。そうですね、しかしジャイアントババはこのリーグ戦にこれまでのレスラー生命の全てをかけております。なんとかもう一度、今度はタッグで世界のベルトを巻いてみたい、世界の頂点に達したいというババ。危なかったですね、危なかったですね。もうさあダイビングタッチですね。そうです、そうです。さあドリーが出てきた、ドリーが一呼吸を置きました。さあ果敢に、勇猛果敢に攻めるが、これはこれはキングコングを、キングコングをブレンバスターではちょっと無理でしょう。あーっと切り返して崩しにかかりました、力で崩しにかかりますね。そうなんです、もうテクニックじゃないですね。そうですね、さあドリーが今度はブルーザーブロディを外に出しました。一旦アウトサイドリングに勝負を求めます。そしてババが間に合った、ババが間に合いました。さあドリーファンクジュニアとブルーザーブロディ、一旦またリングの中に引きずり戻して、ブレンバスター決まったぞ。初めてキングコングを後ろに投げ飛ばした、そのままカバーの体勢、ドリ、非常にスリリングな展開ですね山田さん。そうですね、もうやっぱりね、あのブロディとハンセン軍も何としても点数を取りたいと、もう完全にね、あのスコア取りに出てますね。そうですね、さあ今度は右からのカウンターのエルボーを当たりました。そしてエルボースマッシュに行きます。何度も申し上げますが、この最後の試合に優勝がかかっています。初代の世界のタッグのベルトの日本のチャンピオンベルト、勝った方に与えられますが、これは得点、どんな方法でも得点2点を上げた方が勝ち。ババチームは山田さん、得点上ではまだもう2つかすかな望みがあるんですけれども、両チームリングアウトになってもいいわけですよね。そうですね、あの1点先行してますんでね、その点はあのドローとかですね、いいわけです。さあ今度はアメリカンフットボールの体勢で2人がかりに肩から当たりました。すごいタックルであります。おっと今度はドリーファンクジュニアの顔面にキックを浴びせます。そして最悪の場合には時間切れの引き分けでもいいわけですね。そうですね、1点追加でもジャイアントババチームは6点で優勝であります。とにかくあの、同じ得点であればいいわけですね、得点上、表面上の得点争いではこのスタンハンセン、ブルーザーブロディは得点2を取らないと優勝がありません。さあ場外に出てまいりました、さあ場外に出てまいりましたブルーザーブロディ、そしてジャイアントババがもう赤い鉄柱、至近距離から思い切ってブルーザーブロディの顔面を痛めつけます。もう容赦なく2度3度顔面攻撃ですね。そうですね、鉄柱攻撃、これはいいですよ、これはいい攻撃だ。さあひるんだブルーザーブロディが初めてひるみました。チャンス、チャンス、赤い鉄柱の2連発入れました、あるいは切れました、割れましたね。キングコングの額が割れました、左の目のちょうど上ですね。そうですね、さあ
ここで一気にチャンスを見出すか。チョップを打ちまくるジャイアントババ、選手生命をかけました。この PWF 認定の世界タッグ王座決定リーグ戦最後のカード、勝てばもちろん優勝。ネックブリーカードラップ、ランニングネックブリーカードラップ、これは決まった。キングコングを一発で倒した。さあ次の手は何か、次の手は何か、次の手は、次の手は、次の手は、今度は小技掛け、小技掛け、小技落とし、大きな技が2発決まったぞ。さあババが、ババが踊ります。さあいい攻撃を見せた。後ろから今度は最後のとどめは16本か、16本か、16本、キングコングを倒した。さあカバーどうだ、優勝は、優勝はババかドリーか。あっとここで、ここでスターハンセンがカウント 2.5 ぐらいでかろうじて間に合いましたか。そうですね、フォローに出てまいりました。スタンハンセンも止まらずフォローに出てまいりました。さあ権利のありますのはブルーザーブロディと、ブルーザーブロディとジャイアントババダが、スタンハンセンが2段目のロープに上がって、どうやら変形の2プラトン。さあ今度は脳天食い打ち、さらに力で力を加えた脳天食い打ち、顔面に、顔面に脳天食い打ち、ツームストンパイルドライバーのような自然にそういう形になりましたね。そうですね、これは苦しい、これは苦しい。ババ必死で左の足をサードロープに伸ばす。まだ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 頑張ります。ババドリー、ババドリー、まだまだ頑張ります。さあドリーバンクジュニアも相手がかなり汚い手を使ってまいりましたので、ドリーも出てまいりました。スターハンセンをコーナーに送り出します。さあジャイアントババからドリーへのつなぎ、これは正式タッチかどうか。いやタッチされてますよ、されてますね、はい、これは正式にタッチ。ドリーバンクジュニア出てまいりました。さあ相手は2人だ、すごいすごい。ドリーバンクジュニアのテキサス魂がここで発揮されました。再びカウンターのエルボー、イブシギン、まさにイブシギン、効果があります。元 NWA 世界ヘビー級チャンピオン、4年3ヶ月世界最高峰を守り抜いたこの自負でしょうか。最後懸命に頑張っています。ジャイアントババが場外で伸びています。ジャイアントババが場外で伸びている。時間が長い時間経過してまいります。ドリーバンクジュニアどこまでスタミナが持つか、ドリーがどこまでスタミナが持つか、頑張るか、どこまで頑張るか、どこまで頑張るか。相手はスタンハンセン、スタンハンセンとブルーザーブロディ2人を相手にする。あっと右足のキック、2メートルぐらい吹っ飛ばされました、吹っ飛ばされました。スタンハンセンからブルーザーブロディへはっきりとタッチ。ブルーザーブロディが出てまいります。にじり寄って、にじり寄ってドリーをロープに置いて、そしてカウンター、あードラップキック、キングコングドラップキック、これがジャイアントババ。まだリングの中に入ってくることができません。さあさあさあ予告ラリアット、予告ラリアット、ババにはドリーには見えない、ドリーには見えない、予告ラリアット、予告ラリアット、いったうまく外しました、うまく外しました。そして勢いで場外のジャイアントバーリー、キング上ではバックドロップ、ドリーのバックドロップ当たってますね。そうですね、場外ではジャイアントババが伸びています。ドリーファンクジュニア必死で頑張る。あのウエスタンラリアット、本当にこの動物的な感じで逃れましたね。そうですね、もう本当危機一髪ですね、はい、しかしドリーの動きがやや止まりました。ババのフォローはありません、ババのフォローはありません。さあスタンハンセンが猛烈果敢にボディスラムを打ちまくる。そしてボディプレス、これがとどめか、これがとどめか。カウント、ドリー返します、ドリー返します。さあドリーバンクジュニア必死で返しました。勝負の方は15分が経過。スタンハンセンがドリーをロープに放って、今度は背中からフライングボディアタック、フライングボディアタック、そのまま覆いかぶさるキングコングのパワー。あれが正面からだったらもう完全にノックアウトされてますね。そうですね、しかしそれにしてもすごいドリーの頑張りですね。本当に本当に、冒頭に申し上げましたように、この返しのぶ力というのはもうどこにあるんでしょうか。さあ今度はあと2ドロップは失敗、ブルーザーブロディの2ドロップは失敗。さあ冷静になりました。ドリーファンクジュニア足を持って膝砕きか、膝砕きか、膝砕き、キングコングの右の膝を砕いてスピニングトーホールド、スピニングトーホールド。さあまたしてもテキサス魂を発揮する、スピニングトーホールド、3回転決まっている。キングコングを、あウエスタンラリアット、この体勢からウエスタンラリアット、これでドリーは、これでドリーはバンジーキュースか、ダメでしょうね、ダメでしょうね、そのままカウントが、カウント2、3。しかし
しかしスターハンセンのウエスタンラリアットは正直言いまして汚い。もう本当にあのウエスタンラリアットは許せませんね。そうですね、あのね、この決勝戦にね、ああいう手、はい、まあ、レフリーが見てなかったと言いながらね、はい、ちょっとねこれは許せないですね。優勝は優勝ですけれども、いわゆるこのクリーンなファイトでの優勝ではありません。そうですね、これはもう断言していいですね。はい、あのドリーがねあれだけ一人で戦ってたんですよ。それをねああいうふうに二人がかりでやるのは良くないですね。横浜のお客さんももう総出しになりました。どうやら勝ったこのスタンハンセンブルーザーブロディに祝福の拍手ではなくて、ドリーファンクジュニア、ジャイアントババへの同情の嵐のような感じがしますね。そうですね、まあしかしババ選手が途中でねダウンしてしまったので、はい、まあ、ドリーファンクジュニアはねあれだけ頑張ってもこれは2人を相手にしてね力を及ばずですね、はい、相当このスタンハンセンのウエスタンラリアットをまあ十分に警戒してはいたんですけれども、ブルーザーブロディと相まみえていたところで半身の体勢でスタンハンセンのウエスタンラリアットをとうとう食いましたドリーファンクジュニア。うーん、ジャイアントババドリーファンクジュニアの優勝はありません。リング上これより優勝のセレモニー今から行われるところであります。結果的にはスタンハンセンブルーザーブロディチームが優勝、初代の PWF 認定の世界タッグ王座につきました。